YouTube チャンネルで数日にわたって被害を訴える動画をアップしているメディアにも訴えたいので、まあ、ささきです。す、えー。テティモテさんと仲良くさせててもらってます大変な苦しい思いをしているので少しでも協力できることがあったらと思って今回お手伝いさせてもらってます。事件概要 北海道でもお店を広こうと、去年の5月から7月に土地購入などのため、現地、南富良野周辺で動いているときに、帯広でフランス人神父、フィリップ、44歳から45歳、パリミッション会から派遣。日本本部は東京の目白台に交渉の立ち会いや、 荷物片付けなどで頼っていたが、その神父から強制性交、肛問性交された、加えられ、航空性交された、屋外での排尿や露天風呂の裸体の隠し撮りをされた被害。カトリックの神父は神との関係のみ、女性もゲイも許されない神父様なので。 私は自分に起こった出来事なども何でも話していた16歳からいとこからレイプされた話もしてしまっていたそれに乗じたのかもしれないが自分は昔の被害のこともフラッシュバックして怖い思いをしたレイプというと男性が女性をという頭しかなくてまさか男性の自分が被害を受けるとは思わなかった 障害特性もあり誰でも信用してしまうところもあったパリミッション会では2011年にも神父と男性かっこどちらもゲイの事件があり問題になっていた教会側は隠蔽しようとしている私が日本で裁判をしないように教会側が圧力をかけてきているように感じる被害内容5月 土地の売り主がいい人なのかどうか調べようと現地にいるフランス人神父に連絡を取った鹿児島ではフランス人の神父はいなかったので100%信用して頼ってしまった自分は普段短パンでいることが多いのでその神父が私の足を見るためとか顔を見るためと声をかけてくることが気にはなっていた 現地調査のため住んでいた田舎がお風呂などの環境が良くなかったため顔や皮膚性器にもできものができてしまったそれを神父に話したところ「どうしましたか見せて」と言われ「え父でも兄弟でも見せることないのに」と違和感は感じた6月神父の家に行ったら彼から「お腹触ってみて太ったでしょ」と触ることを強要された 彼はスリムなな人でで太っている方でもない。る方もその頃、土地の売り主さんとの関係が悪くなってきていてアスペの傾向のある自分は ADHD の過集中もありイライラして疲れていた「私のパンツ見ないかわいいパンツ見ない?」とパンツ一丁で出てきた7月4日売り主が詐欺のようなやり方で買うか買わないか迫ってきたので新婦さんに「 話し合いに立ち会っってもらった話が膠着し疲れてきたので自分も気分転換のために自然の中に行きたくなってバギーに乗ろうと思い外に出たそこに神父が「私も行きたい」とついてきてバギーの後部座席に乗ってきたベアハグのように体を密着させてきて男性器を後ろから擦りつけられてきて「あ,あ気持ちいい」フランス語 7月12日土地は買わないことにして現地から引き上げることにし住んでいたところの荷物の片付けを手伝ってもらったその日は南富良野のホテルを取っていたがホテルで休憩させてとついてきた遅いし帯広に帰った方がいい,い,いと言ったが聞かず夜の10時で自分は疲れ切ってベッドで横になっていたところ隣に座ってきて寝転がって 私の手や腕、肩をずっと触ってきた。なので、帰ってと追い出した。7月13日、南富良野のホテルを出る際に、教会の上のゲストルームに誘われていた。自分としては人の家には行きたくない、怖いと思ったが、プレッシャーに負けていった。5月にできたペニスの出来物、まだありますかと聞かれたので、 自分はもう忘れていたくらいのことだったのになんで気にしているんだろうと思いながらも「もうないよ」と答えた「ああよかったね」と言われた7月1415土地売り主のところで札幌の弁護士や警察に相談に行ったが解決せず7月15日は神父さんの家に戻った私はお腹を壊していて体も疲れていて 鹿児島でよく自分のセルフケアとして温泉に行っていたので、この辺りに温泉がないか聞いたら、神父が調べてくれて、一緒に行こう。大丈夫。あなたのチンチンの方が大きいよ。とわけのわからないことを言われた。温泉では日本のおじさんと自分と神父さん、お湯が熱かったので、縁に腰掛けていたが、神父は自分のペニスを凝視していた。それに気づいて、気づいて怒って温泉から出た。 ゲストルームに戻っても怖いから鍵を閉めて寝た。7月16日、もっと体調が悪くなった。自分で、自宅では好きな音楽を聴いたり裸になったりすると落ち着くけれど、人の家だからできない。泣けないし怒れない。せめて短パン脱いで T シャツとパンツだけでもいいか許可を取った。そうしたところ、神父は全裸になって、 神父さんには土地売買のことのほかいろんなこと昔自分が16から18歳の時にいとこからレイプされたことなども話していたいとこがこういうことをしたでも私は結婚もしているこういう私は何なのかと話したところ神父は実は私もお話がある私はゲイ神父さんがゲイだとは知らなかったカトリックではゲイでもストレートでもダメ 神ののみとの関係しか許されないこの話の後わざと彼が私のペニスの上に足を乗せて押し付けてきた首のあちこちにキスをしてきてバギーな時のようにベアハグをしてきたので彼ばっか勃起しているのも分かった怖くて部屋まで逃げたでも怖かったので鍵を閉めることもまではできないうちに部屋に入ってこられて拷問成功 私のお尻を舐めて正規も挿入された。私のお尻に入れなさいと言われたが、ゲイの病気で死ぬから、怖いからダメと拒否した。神父が私の正規にコンドームをつけようとしたけど、サイズが合わないからゴムが破れた。無理につけようとしたので正規から血が出た。泣くほど痛かった。でも、もういい。ゴムなしでもやれと言われた。7月17日。 私の軽トラと荷物を持って動くにしろすぐに行ける先がないと思っていた。神父が買い物に行こうと声をかけてきたので果物などの食料品をかごに入れていたら神父の目的は他にあったようで上の階に行こうあなたのサイズのコンドーム売ってる。無視していたらレジで彼が怒り出しなんで買わなかったと怒鳴った。7月18日は何もなかった。 自分はせっかく北海道に来ているので車に乗って2日ほど出かけようと思っていたそれに神父は一緒に行く何もしないと約束をした朝毎朝ミサがあるのに信者たちに3日間休みたいけどいいかと打診していたらしい彼としては自分と出かけることを前もって計画していたんだろう約束を信用することにして知床まで行った 自分はドローンで GoPro で撮影したものを動画としてアップしている。撮影しているところを新婦は iPhone で撮っていた。屋外などでトイレもなく、タッチションしているところを気づかないうちに盗撮されていた。夜は宿に泊まることにしたが、半毛期なのか一部屋しか空きがなく、大きな和室で二人で泊まることに。布団をなるべく遠ざけたが、いつの間にか隣に来て一緒に寝ようとくっついてきた。 7月19日一番ひどいことがあった外でおしっこしている時神父がペニスを加えてうーんおいしいとその日はラウスでドローンを撮影していた神父は近くに海の見える露天風呂があると言ってきた気持ち悪かったけど彼が一緒には入らないと約束したので自分は入ったそうしたところ iPhone で盗撮されていたその日宿に帰りドローンの編集をしていたが 7月16日と同じことをされたそういう挿入するように言われ仕方なくペニスを入れたうんこだらけになった私は「お前何これ?」と怒鳴った夜に何が起こるかわからないから7月16日から全然眠れなかった16歳の時と一緒だとフラッシュバックも起きた7月20日我慢できず朝4時に今から帯広に帰ると私が怒ったラウスから 帯広には車で45時間だったが車の中で新婦が泣き出し日本に来て10年になるが神父の仕事には興味を失ってしまっている神父になる前から自分はゲイだったティモテさんの前に名古屋の人もやった自分はずっと嘘をついてきたと言われた私をレイプしたことあなたのやったことを全部書いてください15年前から今までのこと名前住所も書いてサインしてくださいと書いてもらった 盗撮していた写真とかも全部出させた。4月23日にフランスの教会本部に電話をした。4月25日にパリ本部から私に審議をと電話加害者を日本ではクビにし、3日以内に本国に戻るよう指示。自分に対しても24時間以内にフランスに来るように言われ、行ってきた。 直接会って話を聞きたいと言われたいいのではないかと言ったが結局行くことに片道だけチケットを買うよう指示が出ていたフランスに留めておいて日本で裁判を起こさせないようにするつもりだったんじゃないか私にひどいことをした神父は国に帰っても健康保険もあれば家もあるし給料もあるでも私にはどれもない9月にフランスで裁判をかけた先週札幌の司教と 帯広の警察ににも相談しに行った加害者が国外にいるから手が出せないと言われたパリミッション会は2011年にも事件を起こしている他の神父さんと男性芸同士の事件私が急ぐのはパリミッションがいろいろ隠そうとしている私が動画で摘発していることでメディアも動くかもしれない以上です。